東二見車両基地は、兵庫県明石市に所在する山陽電気鉄道の車両基地、車両工場と車庫を併設する。第二次世界大戦前の兵庫電気軌道、神戸姫路電気鉄道を統合した宇治川電気、電鉄部時代以来、山陽電気鉄道では、明石を境にして、河川電圧、建築限界などの地上設備規格が大きく、異なっていたことから、 河川電圧が直流6 0 0ボルトであった旧兵庫電気軌道の施設、車両を承継した西大県車庫と西大車両工場、河川電圧が直流1 5 0 0ボルトであった旧神戸、姫路電気鉄道の施設を承継し、統合後在籍者が全線対応の副電圧者へ更新されて宇治川、 電気産業電気鉄道の主力車庫、主力工場の役割を果たすようになった赤種賢車庫と、赤車両工場に加え、宇治川電気時代の1930年に、開設、1940年10月の阿保シ線鹿間、ま。夢先川管開業に合わせて、移転、拡充された鹿間県車庫を合わせた2車両工場3、車庫体制で推移してきた。しかし、 もともと軌道条例準拠の典型的な路面電車として出発した旧兵庫電気軌道の施設に由来する西大車両工場は、それゆえに設備が貧弱、かつ小型車前提の施設であったため手瀬まで、さらに神戸市外苑の都市部に位置したことから拡充も困難であった。このため、1948年3月1日に、 山陽電気鉄道線全線の河川電圧が直流 1500V へ昇圧され、その時点で残存していた直流 600V 区間専用車両が、同年9月20日付で、全車廃車となったことなどから、西大車両工場の閉鎖と、同工場設備の明石車両工場への移転、統合が決定され、1949年5月1日に、山陽電気鉄道の車両工場は、 明石車両工場のみとなった。もっとも、西新町駅に隣接して設置されていた、この明石車庫、明石車両工場は、本格的な都市間高速電気鉄道として、計画、建設された神戸姫路電気鉄道の車両基地として、将来的な明石伊東への高規格路線建設を、睨んで建設されたものであったことから、工場統合時点での在籍車両数には、 対応できたものの、用事面では、決して十分な、広さを備えているとは言い難かった。また、戦時中の空襲で、工場施設が、大きな被害を受けたことなどから、設備面でも難があり、さらに西大車庫、西大車両工場と同様に、市街地に立地していたことから、将来的な用地拡張も困難な状況にあった。そのような状況下で1950年代、 後半以降、神戸高速鉄道の建設計画が具体化してくると、その開業に伴い必要となる車両の大量増備に対応する必要があったことから、赤石車庫の収容力も赤石車両工場の設備も共に大幅な拡充、近代化が求められるようになった。そこで、1950年代中盤から限界に達しつつあった赤石車庫と赤石車両工場の移転が、 計画された。山陽電気鉄道は、神戸高速鉄道開業後の、山陽電気鉄道本線のほぼ中間地点にあたる、東二見駅北西の電園地帯に用地を求め、まず1966年7月5日に、車庫機能が、赤石県車庫から移転、同時開設の東二見列車区事務所とともに、 山陽電気鉄道の新たな中枢施設の一つとして稼働を開始した。これに続いて、神戸高速鉄道が開業し、これに伴う車両の車体更新や心臓が一段落、ついた1968年5月25日に近代的施設を備えた東二見車両工場が稼働を開始、神戸姫路電気鉄道創業以来の明石車両工場は廃止された。 開設時には、山陽電気鉄道本線の北側、東二見駅から西へ向かって66,323平方メートルの用地が確保された。その敷地内には、主工場と、車体工場、転作工場、それに飛行場などよりなる、立て屋面積6,106平方メートルの、車両工場と、主建物面積3,344。 平方メートルの東二見車庫が存在する。車両工場では、車両の全般検査、重要部検査といった、車両検査業務全般を担当している。また、新造車の引き取り検査や、車両改造工事も担当しており、2000系3編成給料の伝送解除と3、扉ロングシートへの改造による3550、型への改造工事や、 3000系および2300系の冷房改造工事は本工場で実施された。主工場と車体工場の間には平行な線路間での車両移動を可能とするトラバーサが設置されており、ここで自走できない検査入場車両の入れ替え用として、旧型電車を改造した車両が1973年以来長らく使用されていた。もっともこれは、 安都工業製の小型車両移動機に置き換えられたため、2000年に廃車解体されている。東二見車庫では、状態、機能検査、列車検査の検査業務を行っている。車庫建物内に浮きピットを備えたピット線が4本、建物外に車両自動洗浄装置を備えた洗浄線が3本と通常の留置線が11本、それぞれ付設されている。なお、 本車両基地は、山陽電気鉄道の列車編成が未だ最大でも19メートル急車による山両編成の時代に計画された。だが、計画立案段階で、すでに平洋軌道区間の廃止、神戸高速鉄道への乗り入れによる将来の6両編成化を想定、考慮の上で、用地確保がなされていた。実際にも1998年の阪神、 電気鉄道との相互乗り入れ区間拡大による大阪梅田直通特急の運行開始に伴って6両編成の営業運転が全線に拡大された際には車庫ピット線4本のうち3本を縦屋ごと延伸して6両編成対応に強化しさらに車両収容数も最大134両から最大158両に増強されるなどの拡充が実施されたが これに伴う、用地買収などは実施されていない。東二見車両基地にて保存されている2000系、アルミ車両直通特急運行開始以前の東二見車庫の流置線には、長らく800系820から821を、はじめとする廃車となった、歴代車両がそのまま流置されており、半ば、山陽電気鉄道の車両博物館前とした状況を呈していた。 もっとも、こうした歴史的な留置車の大半は2000年の5030系二次車8両新造までに在籍車両数の増加で置き場を失って次々に解体処分され、現在では2000系アルミ車3両1編成がアルミ合金製車体を備える日本初の高速電車であることから保存され、事故や災害などの訓練用として活用されているほか、これと競争施策された。 スキンステンレス車である2000系2506が倉庫代用として残存していたが2017年に廃車解体され、その後には3000系3003が倉庫代用として存在している。200系206号上術の2000系3両1、編成のほか、平用軌道混在時代の産業電気鉄道の象徴とも言うべき200系206。 戦後初の新型軸両台車である、川崎車両 OK-3、OK、それに1987年まで、本線のマイココ線橋に仮設し使用されていた、工部省鉄道局正式の PP-2K100 フィート級単線、ポニーワーレントラス橋の一部部材が、本基地構内に保存展示されている。2001年より、毎年10月下旬頃に、 東二見車両基地の一般公開を行っている。ありがとうございます。